はい、ミサス TV をご覧の皆様、前回正しい骨盤前傾とかっていう話を少ししましたので、今回は、このグリップのポジションについて、お話ししたいと思います。で、結構ですね、アマチュアの方とか、他のプロたちも指導させていく中で、意外と、普段と同じことをやってるつもりなのが意外とずれてるところ結構たくさんあるんですね。その中でこのグリップのポジションですね。グリップのポジション、これが、例えば普段ここで構えてる人が気づかないうちにここら辺になってたりとか、ひどいとここら辺になってたりとか、こうアドレスを取ってたり、こうアドレスを取ってたり、このグリップの位置が微妙にこう気づかないうちにこう変わってる人が結構実際います。で、このグリップの位置が実際変わってることに気づかないで、フェースの面だけが常に見た目まっすぐになってた場合、実際これはどういうことが起きるかというと、例えばですね、極端にハンドファーストに構えてる人、こうですね、極端にハンドファーストに構えてる人が、この見た目のこのフェース面がもしまっすぐだった場合ですね、まっすぐだった場合、当然ロフトは普段よりか立った状態で構えますよね。当たり前ですね。で、このままの状態でもしグリップが正面に来たら、当然フェース面はめちゃくちゃこうかぶってるっていうことになります。なのでアイアンでもう引っ掛けしか出ない、左しかいかないっていう方が、もしですね、極端なハンドファーストに構えてた場合は、内部的にはフェースはめちゃくちゃかぶってるので、それは左に引っ掛かる要素が最初からありますよってことに気づいてほしいんですね。で、逆に同様に反対のことを言います。極端にハンドレートに構えてる人が実際にフェースが見た目まっすぐだった場合、これは適正なハンドファーストでインパクトした時にはフェース面っていうのはめちゃくちゃこう開いてるってことになります。なので見た目上はフェースはまっすぐに構えてるように見えてるけども、グリップの位置によって内部的にフェースが開いたり閉じたりしてる人が実際結構います。なので、例えばアイアンが球が上がりすぎて右側にスライスして、全くこう距離が出ないとか、弱々しい球しか出ないという人は、一旦フェースの見た目は変えずにグリップポジションをちょっとハンドファーストをきつめにして構えてもらったら、もしかしたらフェースが開いてない、内部的に開いてない状態が作れるので、右に弱い球が出る可能性がかなり減ってくる可能性がかなり高いと思います。なので、このグリップポジションによって見た目はまっすぐだけども、手の内部的にはフェースが閉じたり開いたりしてるってことに意外と気づいてない方が結構いらっしゃるので、ぜひですね、例えば球が右しかいかない人、試しに見た目上はまっすぐだけど、グリップポジションをちょっと目標方向に少し出してみてください。逆に引っ掛けしか出ない人は、普段よりかは若干手を中に入れて、それで見た目上まっすぐに構えて打ってみてください。で、こんなようなことをですね、工夫してやるだけでも内部的なフェース面がかなり変わってくるので、実際の球筋に結構影響が、出て、実際の球が変わってくる可能性が高いので、まずアドレスの時点で左に行く要素をめちゃくちゃ持ってる人、右に行く要素をめちゃくちゃ持ってる人っていうのが実際に存在しますよということをぜひ理解して、自分のグリップポジションをいろいろ変えながらですね、球筋がどう変化するのかっていうのもぜひ練習していただけると、意外と手の位置だけで球筋が変わるということに分かると思いますので、ここはぜひやっていただきたいと思います。